遥かなる空。私は囚人。今、独房の中にいる。昔から囚人で、これからも囚人だろう。どんな罪を犯したのか、もう忘れてしまった。独房は殺風景な部屋。寝台があり、便器があるばかり。唯一の扉には、監視窓と受け渡し口がある。定期的に監視され、飲食物を手渡される。扉の向かい側の壁には、鉄格子のはまった小さな窓がある。そこから、切り分けられた小さな空が見える。あの空を飛ぶことは、もうできそうもない。けれども、目を閉じて見える空なら、飛ぶことができる。飛行機を操縦するか、鳥になればいい。どんなに高く飛んでも平気だ。滑空も、急旋回も自由自在。たとえ旅客機に乗って空を飛んでいても、座席で眠っていたら、飛んでないのと同じ。たとえ、独房に囚われ、寝台の上で目を閉じていても、鳥になって空を飛ぶ気分になれたら、飛んでるのと同じ。そうなのだけれど、あまりにも遠く、遥かなる空。